ルの開通により都心からのアクセスが快適になった中央大学多摩キャンパス。武蔵野の緑に囲まれたキャンパスは四季折々の自然を満喫することができます。個性あふれるユニークなカリキュラム、そして充実した施設、中央大学を育った多くの人材が社会で活躍しています。やっぱ僕もあのですね、定職を持っていなくて、ですね、それでもって、何をしたらいいのかよく分からなくて、とにかく何か将来につなげる何かっていうものを、まあ、要するに生きる術みたいなものを、なんか現状ではすごいやっぱまずいなってことをすごく意識していた時で、周りの世間の目ですかっていうのはやっぱ働いてないのは、やっぱ先ほど言われた通りやっぱとんでもないことみたいな、まあ、怠け者は怠け者なんですけども、まあ、とんでもないことっていうことで、すごく表に昼間出れませんよやっぱ、そういった意味でやっぱこもり気味になってしまうっていうのはすごくありますね。その時に初めて自分自身の現状っていうものを見直せたっていうのかな、はい、本当にこれでは生きていけないぞと、すごく強く思いましたね。まあ、フリーターにせよニートっていう言葉にせよ、この10年ぐらいで出てきた言葉なんです。でこれはもともと日本ではその終身雇用っていうのがあって、安定した仕事に若い人がつけるに決まってると、こうみんなが思ってきた。ところがだんだんこの10年、契約社員であるとかアルバイトであるとかって言われるような仕事に就く人が多くなって、まあ正規の雇用っていうものにつけない人が出てくるようになった。でこの人たちの将来っていうのはよくわからないし、それからまあ保険であるとか福祉の問題っていうのも非常に課題として出てくるようになったということで、まあにわかに注目を浴びるようになってきたわけです。で日本ではどちらかっていうと、まあフリーターっていうと仕事に就けなくて、でもまあ割とこういろいろなアルバイトには手を出していて、そしてどちらかっていうと遊びにも熱心かなって思われる人たちで、それに比べるとニートっていうのはもう少し仕事に就く気持ちはあるんだけど、うまく仕事に適応できないし長く仕事を続けられないような人たちっていう感じで、このさらに手前に引きこもりなんて言われるような、もっと厳しい環境の人たちもいて、でこんなようないくつかの層の人たちが、まあ、仕事を求めつつ今の日本の社会でうまく働けていない、あるいは夢を抱きつつそれが実現できてないっていうような状況になっていて、彼らの問題をもう少しよく考えていかなくちゃいけない。皆さんたちがその卒業したり就職したりっていう時に進路とかいう時ね、まあ、高校の時もあるし大学もあるし、まあ、まだ大学のない人もいるけど、その時どんなこと考えてたかっていうことなんだけどね。仏教を学ぼうって思ったものも、何かやっぱり地方のまあ進学校みたいなとこだったので、何かこうその流れみたいなものに対してのちょっと反発っていうのが当時あったのかなっていうね、今で思い切ってということで学士で入ったという感じです。それでバイトしてたわけでしょ、バイト暮らししたわけでしょ、だってそうですね、大まかに見てもやっぱ100万ぐらいは必要ですよね、ですからまあそのぐらいの準備はってことは、それ全部自分で稼ぎ上げたわけね。そうですね、大変だよ100万稼ぐっていうのはバイトで。僕2つあるんですね、2つというか僕教職も持ってるんで、あ、学校の先生も、学校の先生も免許も持ってるんで、それをやりたいなというのがあるのと、でもただそのまま行きたくなかったんですね、なんかもうちょっと勉強したいというのが、大学3、4年の中ですごく出てきたんで、その中では大学院に行きたいというのが出てきましたね。まあ、全然勉強とかしなかったので、もう留学するほどの英語の力がないと、
もうどこも行けないと、うん、った時にもう就職活動も何もしなかったので、うん、まあ、でもあの勉強したいなと思って、うん、った時に親があのちょっと気を利かせてくれまして、うん、まあ、勉強したいんだったら、うん、まあ、いくらでも金は貸すから、うん、まあ、後でちゃんとその分払えよみたいな、うん、そういうなんていうのかな、割と親御さんが応援するんだね、大学院の場合はね。そうだね、きっとね。森さんはどうだった、その高校卒業で、この大学なんも人材派遣会社に決まったからね。今はなんかこう、うん、本当にこの会社でいいのかなって悩んできてる、ね、今のここに来てここに来て悩んで困るよなんとなく不安に思えてきて、おそのアナウンサーになりたかったので、うん、日本テレビのアナウンススクールにも通ってたりしてて、アナウンス通ってたんだっけ、あんた行ってましたよ、行ってましたよ、先生にも行ってましたよ、そう言ってたっけか、はい、通ってて、アナウンサーに漠然と、またその時に漠然とで、うん、ただ単に憧れとしてなりたいなって思ってて、うん、就職活動を始めたけれども、うん、マスコミがダメだったので今ちょっと行っているっていう感じで、うん、まだマスコミ志望ね、行きたいですよ、機会があれば。親とかお父さんとかお母さんとかなんか言うでしょ。あ、言われますね。なんて言われるの。でもしそのアナウンサーになるとしたら、うん、私は別に正社員じゃなくても契約でだとか、うん、それでもいいなって自分の中では思っていて、でそれを言ったら、うん、いや絶対正社員の方がいいから、うん、そんなもしアナウンサーになりたいのは構わないけれども、うん、そのちゃんとしたテレビ局の正社員として入社をしなさいっていうふうに言われていて、うん、でも私はそれはちょっと反対なので、うん、そこでちょっとギャップは親との意見とも食い違いはあるんですけど、じゃあ飛び出しちゃうかもしれないわけね、せっかく勤めた会社は。私も給料とか関係ないとか思って。あ、本当に、はい、うん、だからやっぱり今の人たちと違うよね、やっぱり生き方 ね、僕らの頃はもう安定っていうことがもう全ての合言葉だったからね。そうですよね、 うちの親もそうなんだと思います。僕たちが大学に出た時とかはみんなサラリーマンになるんだよみたいな、うちの取ってきた就職部のこの求人票の中から探しなさいみたいなところで、そこで自分は多少こういう働き方ってなんかな、嫌だなっていうふうに、こんなのしかないのって思って進路、就職活動があまりうまく進まなかった部分もあったので、学校、要するに学生ずっとやってて、じゃあ社会に出ましょうって言った時に、なんかとてもなんかかけ離れた世界というか、何もイメージできなかったのがすごく、うん、あの時もう少しイメージできてれば、なんかもしかしたらポンといったのかなっていうのはすごく思いますね。自分でこの仕事がいいって本当にこれは最高だって言える人っていうのはとても羨ましいことだけど、全ての人がそう言えるかって言ったらそうじゃないかもしれないですよね。でましてや、まあ、僕みたいにだんだん40も後半になってくると諦めっていう強い武器があるんですけど、その若い人たちはやっぱりもう少し可能性っていう武器で暮らしてると思うんです。もっとこうもなれるかもしれない、ああもなれるかもしれない、そしたら迷うのは普通かもしれませんよね。これは澤田智子さんっていう人の写真集なんですけど、これは自分のポートレートだけで写真ができた ID400 って本のタイトル、400自分がいるってわけです。こんなにたくさんの自分なんて、これはまあ写真だからそれはまあ、変装してか撮ってるだけだとも言えますけど、でもこんな自分、まあ、要するに多元的自己っていうんですけど、たくさんの自分がいますなんてことを言い出すってことはちょっとやっぱり不思議な時代かもしれませんよね。つまり自分の可能性ってものが多様にあり得るって思えないとこんなことができないわけですよね。ですから明確なはっきりとした不安だとか明確なはっきりとした悩みっていうんじゃなくて、ちょっとこう曖昧などんな自分かわからないぞっていう悩みの中でこう四苦八苦しながら模索するっていう時間がどんどん長くなりうる、そんな条件が整ってきてるっていうことだと思うんですよ。そこがどうもまあ親世代って決めつけちゃいけないんですけど、大人世代にはなかなか読み取れないっていう気がするんですけど。基本的に支援内容自体は全て業務を請け負うって形で外側の企業から全部いただいてます。その中で、まあ、農業みたいな第一次産業もありますし、その、まあ、パソコンを使ったその IT 系のものもありますし、あと介護、あと清掃系のもの、ホテルの管理、さまざまな職種の仕事を実際に請け負っていて、うちに来ていらっしゃる方々でそれをこなして、まあ、経験と自信の獲得につなげていくっていうふうにしています。本当に迷ってるかって言ったらそんなに迷ってはないんですけど、こう漠然と何かに対して不安であるっていう、人とつながってない自分が不安、働いてない自分が不安、
学校に行けなかった自分が不安、じゃあ本当に何が不安かっていうと、何が不安か自分でもよく分かんない、そういう漠然とした不安の中でさあどうしようっていうところで止まってしまったっていうのが、まあ、正直と感じるところかなと思いますけど、自分でもなんで社会に出れないんだろうとか一歩進めないんだろうというふうに思ってたんで、それで育て上げネットとかのことを知って、とりあえず居場所というか週に何度か来る場所があるっていうことと、あと知り合い雰囲気もとても良くて、まあ、気が合う人たちが多いので、それで人と話すことも、ね、今まで働く場所とかバイトとかもしてなかったりして、家に行かちの時よりはだいぶ気が楽になったし、人に何してるのって言われた時に、まあ、ボランティアをしてるとか言えるだけでもだいぶ気持ち的には楽ですよね。やっぱ僕みたいなブランクが長い人はよりなんかこういう支援、なんかこういう社会出すの、なんですか、トレーニングというか、まあ、そういうものが必要だと思うんですね。やっぱ毎日通えるところがあるっていうのがまずいいし、やっぱ人の中に入れるところがすごくいいと思います。やっぱ一人じゃダメですよね。何も影響されないというか、人の輪の中に入れるっていうのはすごくいいですよね、うん、実は日本の社会って試行錯誤する経験に対しては結構冷たいってとこがあるように思うんですよ。つまりあっちに行ってこっちに行ってって迷ってるっていうのは、何かその非常に依存的な人だとか頼りない人だとか、そういうふうに思われがちなんじゃないかなって僕は思うんですよ。だけど例えば僕らの世界なんてみんな大体大学院生なんていうちょっとフリーターまがいな生き方をしてきたわけ。そうするとその心が揺れるわけですよね。きちっとした仕事にはついてない、でも一応勉強してることにはなってるみたいなことで、すごくアンビバレントな生き方しちゃうわけじゃないですか。でその揺れてることがいろんな経験をさせていくときにも心に刻みつけるものを増やしてもきたわけでしょ。でそういう揺れてる時間を僕たちがどうやって保証してあげて、揺れつつも何か次に出口を探せるようにしてあげるかっていうのが本当の支援なんで、まっすぐ線を引いてやることじゃなくて自分が線を作っていくことが求められてることのはずなんですね。決してモラトリアも肯定するわけじゃないんですけど、その考えていく時間、悩んでいく時間を大切に使う。ただ無意徒労に部屋にこもってですよ、何もしないで過ごすんじゃなくて、もう少し社会のいろんな人々とつながり合いながら悩んでみるっていう時間に変えていくってことの方が、いい道筋を一本答えとしてあげるにもですね、大事じゃないかなって僕には思えるんですね。いい仲間ですかね。いい仲間とかが少なかった、欠けてた部分はあったんじゃないかなと思いますね。それと働くこととかご飯を食べることについての切迫、自分でやらなきゃっていうのがなかったりとか、そういう気持ちでやっぱり自信みたいなものがなかったりとかして、社会に出ていく上での不安とかにもつながって、そういう部分が足りなかったのかなとも思いますね。実際に経験するということでしょうね。日々の生活の中で仕事をするだとか、毎日どこか行くだとか、そういうふうな、皆さんが普段経験しているようなことがやっぱ不足していたなって今つくづく思いますね。そういう経験がないから現実味がないわけですよ。実際に仕事で作ったことはどういうことかみたいな、そういう基本的なところはわからないわけですよ。とにかく自分にスキルがないっていうのは大きいです。経験がやっぱり少ない、そこのところでもどうやっていいかわからないとか、まあ対人関係でもそうですし、まあ仕事をやる上でもやっぱりかなり自分は低いんじゃないかっていうふうに、自分を何もできないっていうふうに思ってましたね。まあ、ニートでもフリーターでもいいんですけど、その外に向かって悪いって言ったりとか、彼らはダメだって思ってるのは自由なんですけど、言ったことによって何かが変われば問題ないんですけど、何も変わらない、もしくは悪くするぐらいであれば、やっぱそういう思いっていうのは、そういう思いを持った者同士が居酒屋かなんかに集まってお酒のつまみで喋っててほしい。少なくともテレビとかメディアに彼らはダメですとか良くないっていうことによって
そのいいことが一個もないので、それをこう外にわざわざ出す必要はないのかなっていう。でむしろ出さないでほしい。あと原因分析をちょっとやめた方がいいと思うんですね。結局誰かの責任になって、最終的にはまあ大体親に言ってしまうんですよ。でもそうしようと思って育てた親ってやっぱりいないので、あの原因分析しても、まあ、現状自体は変わらないっていうのと、あまりにも原因がまあ複合的になりすぎているので、まあ、そろそろ原因分析っていうのはやめて、まあ、実際にどうしていくかっていう方向に議論を持っていく時が来てるのかなと思う。で、あのニートっていうのの原因とか、フリーターの原因はこれなんだろうって一つ決めた原因を、決まった原因を探したいってみんな思い始めてるんですよ今。だけど実はそれぞれの若い人たちの置かれた環境は多様だし、またその人たちそれぞれの求める生き方も多様ですよね。それを一律の原因で説明しようっていうのは、もしかしたら大人の側が不安を解消したいだけかもしれないじゃないですか。答えが分かれば不安じゃなくなるって考えてるのは大人かもしれない。で、それは実は当事者である若い人たちにとっての答えかどうかって言ったらちょっと定かじゃないですよね。で、しかもさっきもお話しあったように、それがまあ社会の構造上仕方がなく生まれるんだ、不可避なんだって言ってしまうだけでは、じゃあ本当にその場にいる人たちはどうしたらいいんだろう。もう少しその人たちが、まあ、自分の持ってるやる気っていうものと今与えられた環境と結びつけてどうしようって考えるっていうところへ行くための道筋が欲しいと思うんですね。そうすると思わぬ才能だとか思わぬ能力が役に立つぞとか意味があるぞって言ってくれるってことも出てくると思うんですよ。そこがまだできてないっていうふうに思うんですよね。僕の3校目の先輩がいて、うんうん、高校卒業してから、うん、何も大学行かなくて専門も行かないで、はい、和光行って、はい、先輩なんでで辞めて、まあ、日本を、バイクで一周したりとか、あのベトナム旅行行ったりとかしてて、ね、うん、まあ、サッカーのコーチをしながらとかやってたんですけど、まあ、最近になってこと今年からですね、今年度から大学に、うん、今さら、はい、26からですね、26歳から入り始めたですね。あのなんかまあきっかけはなんか、うん、やっぱやりたいことが、うん、将来やりたいことが出てきて、それのためにはやっぱ大学を出ないと、うん、あの資格が取れないってところで、うん、行った人が、まあ、2人ぐらい、はい、いたりとかしますね、はい、私は同じあの教育学科のクラスだった、うん、数名がやっぱ公務員にすごくなりたいということで、うん、であの1年間予備校を通ってもう1回受けたいということで、うん、進学も就職もせず、うん、そういう友達は3名ぐらいいたんですけれども、うん、でも一旦社会に出て社会を経験しないと自分がダメになるかもしれないという気持ちもあったらしくて、うんうん、今も実際社会に一般企業に働いて、うん、でもしなんかチャンスがあればやってみたいという気持ちもある、うん、ないことなきにしもあらずだということなんですけれども、でも何かしら職はついてるみたいですね、うん、そうですか、はい、下町の方なんですけれども、うん、いっぱいいますね、フリーターもニートも、うん、ニートも。で、割とフリーターの人の話をあの伺ってみると、うん、あのやりたいことが必ずあるんですよね。大体公務員とか教員とかなんですけれども、うん、今はそう採用ないし試験も難しいので、うん、まあ、とりあえずはバイトしながらお金貯めて、うん、まあ、試験に備えようかなというのが、うん、まあ、ほぼ9割のパターンですね。バイト先、あ、バイトするとね、人なんですけど、うん、その人バンド活動をずっとやってたらしくて、あ、いるよね、で、やっぱまだ今楽しいからこのバンド活動を続けたいっつって、うんうん、で、まあ、まあもうやめちゃったんで詳しい話は聞いてないんですけど、まあでも最後の方はやっぱちょっと勉強もしないとなっつって、うん、でなんかそういう、まあ、就職なんかどうか分かんないんですけど、うん、なんかこう、まあ、勉強もしつつバンド活動しつつ、うん、まあバイトもしつつって感じで、うん、意外に安定志向なのかな。そのニートの人はどうですか。ニートのその会った人たちは正社員になりたいって言って、うん、9割方は入ってくるそうなんで、うん、安定志向ではあると思います、うん、で年齢がかさむにつれて、うん、結構30代の人の方が多いんですけど、うん、21とかそういうくらいよりは、うん、重ねるにつれて何とかしなきゃなって年齢が上がってくるとねどんどん思ってきて、うん、27、8ぐらいで多分、うん、それがピークだと思うんですよね。その辺がもうその辺でこの辺の山だと、はい、このままじゃできないなっていうのを感じ始めるんじゃないかなって、
若い人たちにフリーターっていいですか、そういう生き方いいですか、肯定しますか、否定しますかって聞いたら、大体半分以上の人たちが否定するんですよ。いや、おそらくこの番組の中でもいろんな人たちの声を聞いてて、フリーターでいいって言った人はいなかったんじゃないかしら。つまりそのフリーターという生き方を肯定できないぐらい、やっぱりちゃんとした仕事に就いた方がいいと思う人は多いし、それが将来に不安を生み出すんじゃないかって思っている人も実は多いんですね。でも社会の構造から言うと、そんなにきちんとした形で安定した仕事に入れるような構造が今この国にあるのかって言ったら、そうではないわけですよ。つまりもっとフリーターじゃないかとしなさいって言われた時に、本人たちも結構衝撃を受けてるし、結構不安にもなってると思うんです。でもそこから簡単に抜け出せないっていう状況があった時、どうしたらいいんだろう。そこに今おっしゃる立ち止まりっていう問題が生まれてると思うんです。だから逆に言うと、フリーターなんだ、好き勝手に生きられていいやって、そこまで開き直っちゃえる人がもしいるなら、いないと思いますけど、もしいるなら、そんな立ち止まりは生まれないかもしれない。つまりよりよく生きたいと思えば思うだけ、立ち止まるっていう力も働くって言えないんでしょうか。今の若い世代は情報っていうことと、まあ、消費っていうものを買ったり使ったりするっていうところとか、初めてすごく密着した世代です。インターネットがこんなに拡大した世代は初めてなんですよ。で、その前の世代は、例えば80年代ぐらい、70年代の後半から80年代ぐらいから来る世代は、消費が拡大するだけだったんです。まあ要するにブランド品を買ったりして、田中康夫ちゃんなんかが流行った時代なんです。で、この時代の人たちは、まあ要するに買うとか、それをセンスのいい流行のいいものに埋め込んで使うとかってことに非常に労力を割いてきたし、それが若い人たちの新たな情報発信だったと思うんですね。ところが今の世代とは、そこは全然その情報の流れ込みが違います。あくまでも物を作り出すいろんなメーカーとか、そういうそのブランド品を作る企業とかが主導して何かが生まれてきた。それが今のインターネット世代は自分でもいろんな発信をするし、例えばインターネットオークションで物を売ったり買ったりもするというふうに、需要したり発信したり、さまざまな相互作用の中で情報を使う、情報消費社会の、その、まあ、落とし子なんですね。ですからこの情報消費社会がどんなものを生み出すか、実は誰もわからない。そしてさっきも出てみたように、新たなクリエイティブなものが生まれてびっくりするかもしれない。いや、逆にこんな社会になっちゃったのって、ちょっとがっかりするかもしれない。それもわからない。新しい時代が生まれたと思うんですね。で、その一番先端のところで生きてるのが、今これから平成生まれぐらいに来てる世代で、この人たちがどんな風に暮らすのか、そしてこの人たちは雇用だとかそういうことも不安定だけど、同時に全く今までと違う生き方を生み出す、構築する可能性も持ってるんです。例えばインターネットを駆使して北海道の端から世界に発信して自分の事業を立ち上げるって人も出るかもしれない。そういうことが初めてできる世代なので、可能性もありますよね。だからもちろんネガティブな面もあるけど、ポジティブな面にも期待したいっていうことがあると思います。はい。やっぱ働けない状況ってすごいしんどいと思うし、働いてない自分って外側に対して発信することってすごく大変だと思うんですけど、まあ分かってることかもしれないですけど、働いた方が楽なんですよ、絶対に。働いてることは大変かもしれないけど、例えば20代前半とか後半で働いてない自分よりは、絶対働いてる自分の方が楽だと思うんですね。そういう意味では一歩踏み出せないのは大変だけど、楽になるために何か働くことに向けて動いてみるっていうのは具体だと思いますし、ただ本人がそれで動ければ、こんなに苦労することはないんであれば、やっぱり保護者がまず動かないといけない。で、あんた怠けてでしょって怒るのもいいんですけど、それよりは保護者が全部まずは動いて、本人に対してこんなことがあるよとか、こういうことがあるらしいよっていうような情報っていうのをうまく、まあ、伝えてほしい。そういう意味では本人は働いた方が楽なんですよっていうことは、やっぱり分かってると思うけど言いたいし、親に対しては保護者から動かないと話にならないですよ。で、まあ、社会全体に対してはその情報ってものはすごく大事なんですけど、ずいぶんこう情報の法の部分、要は情が伝わってない部分がすごく多いので、やっぱり情報を提供するとか獲得するときには、まあ、情の部分で、まあ、人と人が関わって生きてますので、そのもうちょっと人の部分、その人がどういう人なのかとか、そういうものを本人に対して伝えてあげるっていうのは、一番その本人のためになるんじゃないかと思います。
フリーターという言葉、あるいはニートという言葉、とっても若い人たちにとっては傷つく言葉らしいんですよね。で、結構自分たちの生き方に不安を持ってる割と真面目な今の若い人たちはそれに傷つきながら自分の生き方を模索する傾向があるんですね。だけどその言葉が生み出された背景を今のように理解してみると、実は避けがたい社会の構造の影響もあるし、あるいは新たな社会の情報の流れというような問題もあるわけで、そういう新しい時代の流れの中で彼らの生き方が決まってきたってことで、それをフリーターだからニートだからってダダバッシングするっていうのは大人の側も無責任だっていうふうに僕は思うんです。だからそれよりはですね、この生き方を懐深く抱え込みながらよりよく社会の中で彼らの力を生かすっていう方策を探っていく、そのために何ができるのか、例えば14歳ぐらいから職場体験しようっていうような動きも始まりましたし、それから自立支援のいろんな施設もできてきています。あるいは NPO なんかで独自にいろんな地域の力を使ってつながり文化を作ろうとする人も出てきました。そんな試みが役に立つ中で、若い人たちがそのフリーターだっていうような変なレッテルを感じないで生き方の模索ができる、それこそがあるべき社会の姿じゃないのかなって僕は思っているし、その時フリーターとなっていることがいいとは言わないけれど、その次に出てくる新たな生き方っていうのはかなり可能性のある生き方じゃないかと思います。だから試行錯誤を認めつつ新たな生き方に手を貸そう、これが若い人たちに対する我々大人の今のメッセージなんじゃないかなって思ってるってことです。そうですね、本来の自分を取り戻したって感じしますね、何も気にすることなく、何も怯えることなく、本来のあるべき姿っていうものをなんか、そういうものになんか戻った、まあ、皆さんは普通に多分そういうふうに なってると思うんですけども、僕はマイナスからのスタートだったんで、やっと本来の自分に戻れたかなって、ここに来るまですごく長かったですね、そういう意味では明るくなりだったと思います、はい、生きてるのも楽だし、一人で家にいてもやっぱ変われないと思うんですね。まずそこから出てくるというか、人の輪の中に入ってほしいなっていうことと、そうですね、あとはですね、多分今の自分はすごくダメだと思ってると思うんですよね、でもやっぱ、変われるというか、そういうふうに、そういう必ず変われるっていうか、そういうことなんで、ぜひ何かしてもらいたいなと思いますね。何でもいいと思います。溢れるユニークなカリキュラム、そして充実した施設、中央大学を育った多くの人材が社会で活躍しています。